こんにちは、根本です。今回のビデオでは、ストレッチと少し違う筋膜という組織をほぐすやり方を皆さんにご紹介したいと思います。この筋膜というのは筋肉を覆う膜になりますが、通常のストレッチで伸ばす、それではやはり筋肉の方のストレッチングになりますが、筋膜の調整にはなりません。筋膜の調整というのは、ストレッチした状態からこの筋をですね、切るようにちょきちょき横にこすっていきます。それではポイントをご紹介していきます。まず右手はお尻の下に入れます。首は倒した状態で、このようにすると皆さんも筋肉が張ってくるのがわかると思います。この状態から首をこのように縦に走っている筋肉を横に切るように、まず首の前と横、そして後ろの方を伸ばしていきます。前と横と後ろを行った後に、左と右を比べてみてください。左の方が向きやすくなっていれば、皆さんの方も筋膜の方が伸びているのがわかると思います。今度は左手をお尻の下に入れ、右手で左の首の前の方をこすっていきます。この時にポイントとなるのは、首を少し右斜め下の方を向いた状態で、伸びてる状態でこすってください。前を行い、次に横を行います。そして最後斜め下を向いて、後ろから首の後ろの筋肉を切るようにストレッチングをしてください。こうすることで、先ほどの左下、そして今度の右下が少しやりやすくなっていると思います。ストレッチというのは、限界を手前までしか伸びることができません。限界を超えようとすると筋肉が切れてしまうこともあります。そのため、限界を超えていくには、やはりこのように筋膜の調整が必要になってきます。ぜひ皆さんも筋膜の調整、縦の筋肉に対して横に切るように行ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。